皆さんこんばんにゃ萌えと妄想燃料に今夜も爆走んん漫画アニメ映画その他もろもろ楽しいお話をお届けする「小ネタ超特急」ただいまより発射いたしまーすということで。 本日はゲストに漫画家そしてフィギュア造形師の裏幕さんをお迎えしてますこんばんはままはいよろしくお願いします。はい。えーと昨年あのゲストに来ていただいてちょっとお久しぶりですけれども、はい、えー、いいねあのリモート配信ってあの何県に住んでようと、うん、あのこうしてゲストとしてご参加いただけるので本当に嬉しいです、うん、本日は1時間お付き合いよろしくお願いいたします ということで、小ネタ超特急、えー、今回の内容、アンケートコーナー、俺の話、テーマはですね、まあ、母の日が先週の日曜日だったということで、僕の私のおかんエピソード、こちら、えー、いただいたご回答をご紹介します。 小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけますリアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけます後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャストで配信しております FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどにも掲載しておりますいつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますのでぜひぜひチェックしてみてください ンンン弁当のおかずし小ネタ超特急 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してねあなたの夢をかなえるラジオ FM 那覇あなたが来るまで待ってます。 小ネタ超特急 FM78‐78.0 メガヘルツ エイミーの小ネタたチょときゅ本日は、えー、漫画家、そしてフィギュア造形師の浦真さんをゲストに迎えまして、1時間お届けいたします。ということで。<laughs> あのウラマックさん、さっきから声出てないけど大丈夫？タイミング分かんねえなと思って。音声繋がってるかだって一瞬言葉になっちゃった。ごめんごめん。ということでここからはですね、裏ラマックさんも交えましてアンケートコーナー、俺の話いきたいと思います。僕の私のおかえエピソード、早速ご回答いただきましょう。まず最初に太郎ちゃんからアンケートご回答いただいてます。太郎ちゃんもう随分合ってないでしょウラマックさん。あ、そうなんだ。 だってそうじゃないゲストに来ていただいてからだからあり <laughs> でしょうしかも首里スタジオの頃だから10年年ぶりぐらいです <laughs> 私もでもね実際太郎ちゃんと LINE とかはやってるけどあのー、もう1年以上会ってないので、うん、あ,ーあもうあのほらなんだっけ去年の年明けぐらいのコロナがやばいな もうなった時期くららいから<っ>あのああ、うんあのー、ねまああのー「小ネタ超特急」は最近聞き始めた方ご存じないかもしれないんですけど以前はね「こネタ超特急」って私と太郎ちゃんの2人でやってたんですねで、うん、あのー、でまあ、太郎ちゃんはその後もですねいろいろアンケートの方にあのー、投稿いただいたりいろいろねこんな 作品ちょっと面白いから紹介してみてとかっていうねうん、うん、アドバイスもらってるんですけどその太郎ちゃんからのご回答早速ご紹介いきましょう、えー、先月の BL 回最高でしたということで <laughs> 先月がで、ね、<laughs> BL 特納会だったのでまたこのメンツでやってくださいということでさて私の母親といえば音楽好きなんですよね<ー>クラシックとか山下達郎とかエポとかビリー・ジョエルとかあ結構クラシックとポップス系 がお好きななのかな小さい頃からずーっと家の中で母親がカセットテープをデッキで、えー、音楽かけてました。うん、こういう音楽好きなところめちゃくちゃ影響を受けましたね。今でも母親は CD でずっとクラシックを聴いています。 聞いてるだけじゃなくて、クラシックの知識もあるので、いろいろ質問したら答えてくれます。うん、いつまでも音楽好きで、元気でいてほしいですということで。うん、でも、やっぱり、あの、親の音楽の趣味とかって。うん、あの、自分がほら、個性が出てきて、音楽の趣味とかがね、この自分の。選択肢で選べるようになるまでって、割とダイレクトに浴びるじゃん。いや、もう、モロだね。 ねだから、ああののれだよよねね結構大きい母はコーラスをずっとやってて、学生時代に強豪校でさ、歌が好きだから、なんか料理しながら歌ったりしている人でさ、ずっと。その影響で歌が好きだし、人前で歌うことは全然恥ずかしいって思わずに育ったね。あうん うちは母親も父親もそんなに音楽にあの個性的な、なんかこう好みの傾向があるわけじゃないけれども、うん、あの一回を覚えてるのが、母親があの晩ご飯をそれこそ台所で作りながら、あのステインアライブの旅を歌いながらご飯作ってた、<laughs> <え>そうそそううジョン・ポタだよそうそう。 っていうのといいあと<え>あのジョン・レノンがダコタアパートの前で殺された時の速報が、うん、あの夕方ぐらいに速報なのかな、まあ、ニュースで流れた時にうちのお母さんがちょっとへこみながら晩ご飯作ってたのを覚えてる。えー、やっぱビートルズが好きとか嫌いとかじゃなくってあの時代のジョン・レノンってやっぱり誰にとっても偉大だったんだなっていうのがあって。 うん、なんかそれを感じた別に母親があのビートルズが好きとかは全然あではない、ねうん、なんだけど、うん、そんな母親でもショックを受けるぐらいの存在だったんだなっていうのをうなんかその音楽母親の音楽ネタについては、うん、思ううーんうーん,なんかやっぱ景色と結びつくよねなんか確かにうん、うん、確かに 歌ってたりね、うん、踊ってたりとかしてたら <laughs>、ね、お父様やなんか。家の空気とかそのなんつの環境って母親だよね、まずね。の影響力。おとお父親よりも全然強いよね。食べ物の好みとか、うん、何でも。うん。わかる。だから私あのあんまり辛いものとか香辛料をあのもう食べれないので、ね、食べず嫌いなんだけど、うん、それ,<外>そ,れそれってうちの母親が そうだからなのね、うん、かだからあの私あのじ一人暮らししてから以降自分であのなんだっけ和がらしを買ったことがないの。<ー>おでんとかに和がらしつけないしもう超かるわで,であの七味も買ったことないのね自分の選択肢として。あ<ー>であのカレーとかもイケて中辛みたいなギリ中辛で。 本当普段甘口とかっていうのってうちのお母さんがそもそも辛いのをあんまし食べなくて食卓に出なかったので、ね、まずわかりますわかります<で>うちは乳製品全般あーお母さんも好きじゃない全くだからチーズバタークリームシチューとかヨーグルトとかも一切食卓出なかったけど、うん、俺はこ個人的に克服したけど、うん、チーズがちょっとネックなんだよねいまだにねあピザはピザのチーズもダメ 食えんだよね。ああ<ー>、<laughs> なんかね、<laughs> あれは食えるけど、これは食えないっていう、だから自分でもよくわかんない。あ、わかる。あのトマトが嫌いな人は。これがあるじゃん。うん、ハードルが違うじゃん。生のトマトは ng だけど。あ,あ,ね、あの、トマトスープはいけるとか。ね、そうそう、そういう感じで。そうそう、そうそ、ん、う、なんか、そういうのがやっぱり、チーズにもね。チーズの、なんか、このハードルがみんなそれぞれ違うよね。なんか、やっぱ母親がこう。 なんか避けるから、うん、子供心になんか危険危険っていうか <laughs> ういや、大人 <laughs> なんだよね。あの,あの味覚がさ、あの発達してきて完成するまで実家でご飯食べてたらもうそうなるの当たり前じゃんでも。もう大人になってから、あ俺もううちの母は嫌いなも物食べなくていいよっていう人だったから、すごい変色で、うん、大人になってからなんと目目覚めがいっぱい。うわうまい。 <laughs> いいっぱい未だにあるねそれは私もうなんか辛いのはもうなんか自分の体質と馴染んじゃって別に今から辛さになれなくてもいいやって思ってる部分 <laughs> もうもういいよもういいよ、うん、もうあるので今,今から無理することはないなと思っているので、うん、あとはあれかなちょっと薬味の幅がちょっとだけ広がればいいなだから私ねお寿司屋さんとかに。 なんか例えば、まあ、あの回転寿司とかだったら最初からわさび入ってないじゃないうん最近はね、うん、だけど、うん、回らない方のお寿司屋さんとかに例えば連れて行っていただけるとかっていう機会があった時にわわさび抜きでしかか食べれないの、ね、私うわマジかあでそれをカウンター越しにこうなんか板長みたいな人に <laughs> 言う時のこのなんか申し訳なさ感だけがつらい。 ちょっと実はが分かんだよなわさびって食べれるけど、うん、なくても全然気にならないし私はもう,もうわさび全くいらない派だからだからこうね、うん、目の前で何か握っていただけるスタイルのさところとかだとわさびあのダメなんで私の全部わさび抜きでって言った時に。うん すごい <laughs> なんで私申し訳なさをこんなに痛感しながらこの話したんだろうと思ってそういう人はいると思うよいるいる、うん、ねえなんか、うん、これで別になんかあちら様が不機嫌になろうとどうだろうと私が食えねえもんは食えねえしみたいなただねそれはおこかが悪い、うんね、ええんかでもまあそれはね仕方まあそれもあの自分の個性だと思って、うん、はいこの通り。 でもねお母さんからやっぱそうやってね味覚とかねそのいろんな部分でやっぱり影響ってすごい絶大だなって思うのって大人になってから気づくよね。うん 気づくそうほんとそう、うんね、子供の頃は全然分かんないけど、うん、大人になってから、うん、あれ私のこの頃を見てまるっとお母さんの好みじゃねみたいなのってね、うん、ふと気が付いたりしてねいまだに影響を受けてるんだなって強く思います、うん、続けていきましょうこちらラジオネーム神戸のドライバーさんですありがとうございますずっと昔からだけどうちのおは 最近食欲ないわーしんどいわーって言いながら常に何か食べてます <laughs> 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 体はもちろんふくよかです元気で何よりですということででもまあ食欲あるのってちょっと安心だよねいやーもう本当そうそ、うん、ねなんか最近食が細くてとかっていうのを聞いた時の方がさ、うん、怖いっていうかなんかすごい心配じゃん、うんうん、ねえ,、うん、えってなんかちょっと 大ののじゃないのとかってたぶんね変わってほ、ねね、しいんだよそうっていうのはね <laughs> そうそうそうやっぱ心配になっちゃうからなんかね <laughs> うん「お菓子うまいわ」とかって言いながらお菓子食べててほしいまあ病的な量じゃなければねうん <laughs> でもねあのー「食欲ないわ」って言いながらこうねものを食べ続けてるお母さんってちょっとかわいいねかわいいよ ね、可愛げがある続けていきましょうこちらラジオネーム <laughs> ほっちさんですありがとうございます私の母ちゃんは昔から超元気です朝からテレビを見ながら体操してます、うん、うちの中ではいつもムームー着てます <laughs> 出た <laughs> みんなねみんなムームー着るんだよ <laughs> 寒い時はムームーの上からセーターを着ています <laughs> わわ <laughs> ムームーは標準服なんだじゃん <laughs> あとやたら編み物をします うちのドアノブは、母ちゃんが編んだドアノブカバーが色違いでかぶされてます。<laughs> 毎年母の日は家族、父ちゃんと私と家族3人でお店に行って焼肉してます。うん、いつも母ちゃんが喜んでくれるけど、いつも私と父ちゃんに肉を焼いてくれてるから、母ちゃんが食べないよっていつも言ってます。去年から焼肉ができてないです。あっ、まあ、コロナの関係でね、<ー>なかなか外食とかもね、うん、あれっていう。 感じですよね今年も無理ななのかなでもスマホで顔を見ながらいつも話してるから相変わらず元気なのは分かります。でもあって焼肉したいなということでちょうどこちらですねご投稿いただいたのが母の日の午前中ということで、うん、焼肉いけ,なかいけるかないけないかなっていうところの話でしたけれどもいやあのー、うちもそうだったのよあのドアノブ。 のカバー <laughs> <laughs> なんかコースターとかさ、花瓶の下に敷かすとかさ、あとさ、<laughs> 昔さ、黒電話の上に謎のレースカバーとかなかったなんかね、目を荒くあるやつね。そう,そう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 。<laughs> そう超わかるよ。これ、うん、これいるみたいで、ね。だから電話かけるときに一回見くんなきゃいけないのね、<laughs> あのカバーね。 めく、うん、ってのダイヤル回し回しっていう言い方もねダイヤル回しのかけ終わってまたこのめくりを戻すみたいなでもさうちの家だけだったのかなあのドアノブカバーあってでもさあのアクリルケートで作ったドアノブカバーだと思うんだけど滑るんだよね。うん、あそう滑滑る滑る で、ノブが回んねえみたいなのあるから、これドアノブカバー意味あるって思ったんだけどあれ、目的なんなんだろうねなんえ衛星衛星的な、なんだろうねいや、でもぶっちゃけさ、ドアノブさ、拭けばいいじゃんみたいなのいらねーだうあれ、あのブームなんだったんだろうね <laughs> 本当だよね、わかるわね<ー>うん <laughs> ドアノブも空回りしてイラッとしてた <laughs> おーおー。こまごまイライラしてた。す,すげんだよね。もうかそうそうそう。<laughs> うんねね、でもなんか、ね、やっぱり日本全国ね、あのドアノブカバーがブームになった時期があったんだね。不思議だったな。うん、続けてご紹介いきましょう。うん、ラジオネームのおりさんです。ありがとうございます。 うちは母親が一人で僕を育ててくれました。本当に感謝しています。ただ、料理に関しては大変独創的なメニューを多く編み出してくれました。<laughs> 朝ごはんで出してくれたホットサンドの中身がレタスとバナナとか。うわーロールキャベツの中身がひき肉とパイナップルとか。うわ <laughs> 割となんか。 あれだね、あの、韓太平洋的カリビアンな感じだね。子どもの頃はこれが当たり前だと思っていたのですが、うん、給食の時に食べたロールキャベツが全然違ってたのでびっくりした <laughs> はあ,あの、あれなんだね、あのー、マジョリティの味を知ってしまったんだね、そこでね。<laughs> おかげで僕は今、料理が得意です。<laughs> 反省材料としてね、反面教師としたんだね、えー。母の日には僕が作った料理を差し入れする予定です。いつまでも元気でいてほしいです。ということで、<laughs> こちら母の日の前日の夜にご投稿いただいて、明日も行きますということなんですけれども、あのお母さんにもよると思うんだけれども、お母さんの中でブームの料理が来たら、それがしばらく続くとかってなかった、うん、あーあるあるあもうね あの特に昼ごはんとかは何と、うん、なんいうのブームっていうよりも本当ル,ルーチンか焼きそばと札幌市場みそラーメンと三、うん、種類ぐらいをじゅ,じゅんぐりじゅんぐりずーっとっていう感じだったな、うんまあ、ブームも確かにあるねうんなんかあの子供心に嬉しかったのはお母さんがちょっと焼き菓子系のブームが来た時は、うん、子供に恩恵があるじゃんはいからだうん、うんなんか あのえ今日カップケーキがおやつに出るのマジかみたいな感じで,、うんうん、でうち弟と年の離れた妹がいたのでまあ数で揉めるからお母さんがそれをあらかた計算して数調整してくれるから<お>よかったよねうん、うん、喧嘩にならずに済んだっていうのもあるし、うん、なんか人によってはこのねあの,のりさんほどあの独創的ではない店を。<laughs> なんか謎料理をいきなり作り出す <laughs> あの月間があったりして <laughs>、うん、おかん料理問題ね。うん、おかん料理問題としてはねこの波とかねお母さんの中でブームが来た来ないっていうのはあるまあそれでもさあの家の,そのみんなに食べさせる料理をねあのこう豊富にしようっていうかあの飽きさせないために。 いろいろ工夫してくれるっていう努力は分かるんだけど努力のベクトルが思っていたのと全然違うのはねあの、うん、人の話とかで聞いても結構びっくりするのいっぱいあるよね。あとあれだよね人の家に行ってそのお人の友達のお母さんの料理の味の違いにびっくりするんだよね。あかる、うん、あの意外にさあの、うん、びっくりするのがあの、うん、カレーのルールが違う。 あや全般ルールって違うからね、いえいルそう,そう、私、友達のうちに小学校の時にお泊まり行った時に、うん、カレーの時に冷たい牛乳が飲み物として出てきたおーラッシー的な。<laughs> ねいや、もうラッシーじゃなくて100%牛乳よ、<laughs> 紙パックの。で、えー、普通におうちカレーなのね、カレーは。 うんおうちカレーなんだけどで聞いたらそこの家ではカレー食べる時だけ絶対飲み物冷たい牛乳になるっていうルールがあるらしくって私あのお昼の給食以外で牛乳飲む習慣がなかったので<あ>大変新鮮でございましたお米に牛乳だもはねなかなかねなかなか、うんうん、なかったので結構びっくりだったけど。<laughs> 逆に私の妹はあのなんかあのお友達のお家に遊びに行った時に出てきたカレーが、うん、まあ自分の味覚と合わなさすぎてショックでカレーが嫌いになったっていうああなるほどうちのカレーのせいじゃなくて <laughs> 人んちのカレーのせいでカレーがダメになったっていういやあーそういうのでもあ,あるね人んちおかん問題だね <laughs> そうそう,そう、うん、でもなんかあのたまにさ とてつもなくこじゃれた感じの盛り付けとかするお家とか、うん、友達ん家に遊びに行ったりすると、うん、えっお前んちいちごをわざわざ花の形に切るのみたいな。<laughs> それはだいぶすごいな。<laughs> 衝撃を受けたりとかねあるよそういうのは、うん、そういうのあるよね何かわざわざこんな感じで食べてるんだとかえ普通だよみたいな <laughs> ねえあ,、うん、そ,うあそうなんだみたいなうち全然そんな感じじゃないんだけどっていうのあるけど裏 <laughs> マックさんんのおかエピソードってどんな感じですかあうちあのさ昭和のおかんってさ、うん、すごいよね何でもできんじゃんうん なんかうちの母は裁縫が好きで服とかガンガン塗ったりするんだけどあ素敵うんでなんか料理もさその今日のご飯出したやつが余ったらそれを翌日なんか応用して味噌汁の具にしちゃうとかさ、うん、なんか料理も得意であーすごい同じのが出ないんだそうで、うん、なんかいろんなわかんないことしなんかこういう時は 役所に行ってこうどうしたらいいのとかっていうのを聞いても教えてくれるしなんかすごいオカンってすげえすげえなと思ってて<ー>なんか俺は女性をすごく尊敬してそういう漫画を書いてるんだけどその頂点にいるのはオカンなんですよねなんかすげえなと思うんだけどやっぱり変な生き物だよねオカンってねあの,ねー <laughs> あのメールの文章とか うちの母は出かける時に手紙を書いてお、うん、置いとくんだよ「どこどこ行きます」とか、うん、あとは、えー、とじゃなくても「冷蔵庫にお刺身入ってます」とか「玄関鍵かけて入れてください」とかさ、うん、でその文章がちょっと変なんだよね<笑>、うん、でくそ笑ったんが「うん、あの多分母は、えー、美容院に行きます」って。 書き残して出かけたつもりだと思うんだけど、そ起きてテーブル見たら、そこの紙にビヨヨン行きますって書いって。ビヨヨンかわいいもうね、俺爆笑ですぐ妹呼んで、ちょっと見てこねっつって <laughs> なな。あのさ、見逃さないのかね、その美容院行きますっていうのがなんでビヨヨンになるんだろうね。 なんかもうあれなんじゃないあの美容院の予約の時間も迫ってて焦ってたからもうなんかもう見直さずに、うん、なんかさメールだったら操作が分かんないとかなんだけど書き文字でさバグるって不思議なんだよねバグるのねそれを平気でお置いていくっていう心理もさなんか不思議では、うん、お面白いんだよねあれ独特だね面白いね <laughs> お <laughs> うちはお母さんがスマホのメールで返信ができないので LINE を送ると漏れなくあの電話で返事が来るパターンだからうかつな時間帯に LINE 送れないの逆に。自分が取れなかったりとかできするからちょ,っとちょっと今仕事ないまで時間があるからちょっと LINE で連絡事項と思ってそしたらあのほぼあの100発100中で着信からすぐ来るから。 ああもう連絡は電話なんだね基本的にね基本的に母親は電話なんだけど、何、うん、<laughs> て言えばいいのかな。昔は、あのまあ、これねあの母と息子でもそうだと思うんだけれども、私、特に、ね、母と娘っていうその同性同士みたいなところもあ,のあると思うんだけどね、ね昔は娘と母っていう絶対的なこう年齢差。 うん、上下関係、まあ、いわゆるまあ年齢のねあの年功序列の上下関係がやっぱりあったんだけど、うん、最近っていうか、まあ、ここ10年ぐらいがその同じ女性のスタンスで会話ができる<ー>母親っていう認識じゃなくて今女性同士で会話してるなっていうなんか女友達と私っていうなんかね、うん、その 感覚が芽生えてきてき、まあ、これ人によっても違うのかもしんないけど割となんか、あのー、いろんなことをはっきりお互いに、あのー、言うタイプなのであの意見が合わない時はねそれこそね面倒くさいのは面倒くさいんだけれども、あのー、<laughs> こ,これおかしくねとかっていうなんか家庭内の話とかを、あのー、割とお母さんとかにも なんかあのマイルールなんかお父さんが作ったあのマイルールおかしくねとかっていう話とか <laughs> 平気でできるようになってからは、うん、同じあの同じ家庭にいた女性同士みたいな話ができるので、えー、でうちまあ母親も割とあのしゃべるタイプっていうかまああのこうなんかいい感じであの。 おしゃべりするののが好きな人な人にうちの母親もともとバスガイドだ、うん、あのでバスガイドで観光バスのバスガイドをしてたところに、えー、うちの父親が一目ぼれしてストーカーみたいに母親の乗る定期観光のバスにしょっちゅう乗ってきたっていう、えー、い今の時代から考えたらそれストーカー案件だよねってお父さんにも言ったことあったんだけど。 うんうん、なんかそれぐらいうう、うん、割と人気の方だったみたいで昔ね、うんえー、母親も喋るタイプだしまあ私もこういうタイプだしで年の離れたうちの妹もめちゃくちゃ喋るタイプなのでだから <laughs> やかかしいな <laughs> だから3人が同じ場所に揃ったらずっと喋り倒しててもう俺は姉と妹がいいんだけど、うん、3人揃ったらずっと喋ってるよ そうそうそそんな感じでもうねあの笑いすぎてあの腹が腹を抱えて全員がリビングでのたうち回りながら永遠喋ってる感じ。<laughs> もう幸せなな時間だそれんまあね私がなかなかねその九州の実家にね今帰れる感じでもないじゃないコロナになってから。 なので、まあ、そういうね時間がちょっと持てずにはいるんだけど、まあ、相変わらず電話でそういう感じでうん、喋、うん、ってるねまあまあまあ,あのこれって母娘の関係性だと如実なのかも年齢がやっぱ30代後半ぐらいからになってくると、うん、立場がね大体似てくるのね、うん、結婚したりすると余計。うそうか妻っていうスタンスの共通項もできたりとかするし。 で自分に子供が生まれたらこれにねまたねアビリティとして母アビリティがくっつくから、うん、母親同士っていう共通項がまた増えるんだと思うけれども、うん、うーんなんかね関係性がどんどんん変わってきてきるの面白いよ <laughs> 俺い今一緒に暮らしてるんだけどさ、うんまあ、沖縄からこっち戻ってきてうん、うん、俺まあしゃべるよハード。 ね、<俺>でもそれってすごいいいことだよね。いや、俺母と喋るの好きなんだよね。なんから <laughs> 面白いんだよね。うんずっと喋れるよ母と。ハードなんかさ、お母さんと喋ってると、うん、自分っていう人間を一瞬俯瞰で見れたりして、うん、あ俺こういう人間なんだちょっと気づいたりしない？なんかほら、それもあるんだけどさ、自分もこれ子供いてさ、うん、もううちの子もた子供たちももう二十歳になってきて、うん、なんか。 それなりに経験重ねてきてさ、うん、なんかそうだから話す内容がもう変わってくるんだよね。うんうん、な子供らっていうの苦労話だったり、うん、こういう時どうするのとか、うんうん、そういうなんかね何でも話すな。それがね面白い話がつきなくて。ねえ。うん、でいいよね。そうやって話すことが楽しくって、ずっと話してられるっていう関係ってね、うん、あの、うん、そんなに当たり前のことじゃなかったりするからね。 意外とあのね人はね、うん、親子でもねしゃべる量だよ <laughs> 俺は思うようん、うん、会話量分かり合うのは会,会話量とは特に男性が違ったら男女だったら、うん、親子でもやっぱしゃべんないと分かり合えないことってだ,だから私ね人間関係で本当に思うのが、うん、あの話さなくても察してくれっていうスタンスは罪だよっていうのをね、うん、いろんな人に言うのね。 わか,かさいるじゃんなんか仕事関係とかでも自分が気に入らないことがあったらすっごい自分が不機嫌なアピールを空気感を出してきて周りに「俺は今不機嫌だからお前たちが気を遣ってケアしろよ」みたいな圧かけてくる人とかいるじゃん。まあ、まあ家族の中にそういうパターンの人もね、うん、いるお宅もあるかもしれないけど、うん、私ねあの、まあ、こういうパターンだけじゃなくてもあの話さないでも察してくれっていうのは。 あのー、すごいあの自己中心的な考え方だよって私いろんな人に言うのね。それこれ、ね、分かるけどさしゃべりってやっぱスキルだと思うんだよね。うん、苦手な人は絶わかるもうう。だからそこちょっと難しいんだよね。私、うん、だからなんだっけ、うん、あの、うん、ちょっとなんか体調が悪いとか疲れてる時とかって割と友達とかにも言うもんその場にいる。 プライドが邪魔すんだよ、男はな。ああ、なんか、ね。すればいいのにさ。うん、うなんかね、あのー、うん、疲れてるとか、なんか体調悪いとかっていうのはね。プライ、うん、まあ、わかる、プライドはわかる、だから、私は仕事の現場ではそうではないんだけど。うん、プライベートだと、割と私、あのー、しんどい時には、しんどいって言うし、うん、なんか。あのー、実はこう思っていると、ほら、仲のいい友達でもさ、あの。 こう,うまく噛み合わなないい時とかってあるじゃない、うん、何かの物事を話してる時うそういう時に「いやそれって違くない?」とかって私ね割と言うのねでそれってなん、あのー、でかっていうと違くないって思ったことを伝えないと、あのー、価値観がそこだけはかみ合わないよねっていうの相手も気づいてくれないじゃん。うん、別ににそれでじゃあ私の価値観に合わせろよ っってては思ってないの私ね人の価値観って違ってて当然だと思うし自分と何もかも価値観が合致してる人がもう一人いたとしたらめっちゃ気持ち悪いのね私。自分のコピーいいららなかだからなんかそのねあのよく言うじゃんなんかあの夫婦でも。 会話しなくて、うん、でもなんかもう疲れてるんだから察してよみたいなのが結局ね、うん、喧嘩の火種になってたりとかもっとそもそもの深い根っこになってたりとかってだか私割とうん言う母親にも言う。あ俺も言うな、うん。でもね,ねそれが言える関係性大事よ。近道なんだよやっぱしゃべったら早いんだよ。そう早い早いし、うん、やっぱそこでなんだっけ私とあの今話してるお母さんとか 別個人だし価値観違うよねっていうのを常に認識させてくれるから、うん、逆に話ししやすいんだよね。うん、価値観違って当たり前じゃんっていうのを改めてそこでお互いに認識できるから、うんうん、だから、はい、なんだっけお互いに同じ趣味があったとしても好みは違ったりするじゃない。私ととと母親っってねね、うん、本読読むむのの大好きなの、ねうん、でも読むジャンルがちょっと違うとうん、うんで だけどお互いにあのお互いの読んでる読書傾向とか掴んでるし、うん、そんなに読書量あるのすごいねってリス,リスペクトし合えてるのでなんかね違いを、ね、お互いに尊重できるのって幸せなことだと思うのなんかさ、うんうん、言葉悪いけどその完璧に自分の思い通りにコントロールしようとする親とかが <laughs> ね、あ<ー>いわゆるさあの、毒親って言われるパターンなんだけど、なんか、やっぱりそういう人が親だったら相当私しんどかっただろうなって思うもん、いろんな人の実際友達とかの話聞いてもさ、これ多分親側は間違ってないと思ってやってるからね、きっとね。多分子供、間違いなく子供の幸せのためだって思ってるんだろうけど。そこが 根深いよねそうそう子どもの幸せのために、うん、今ね間違ってることを強制してあげてるんだぐらいの気持ちでねそれが結局幸せだしね自分の思ってる子どもの未来だからっていうのはあるんだと思うんだけどうん、ね、やっぱそれってねだって人間って自分自身のことすらコントロールできないのにさ。<laughs> 血を分けたとしてもさ、うん、別個体の生き物をコントロールしようなんて無理よね <laughs> いや本当、親ほ、ね、んて、うんうん、<laughs> 自分のこともままならぬのに人のことはままならないのが当たり前だけどやっぱりそれ,、うん、それがままならないものだっていうのって。 あの分かってもらえるかもらえないかってちゃんと言うかだ <laughs> どうかだよねでもさ俺息子と娘いてさ、うん、息子はもうね自分を見てるようなんで感情とかが手に取るようにわかるけど、うん、娘分からん <laughs> それはあれじゃない男親だからっていうところもあるのかなはい、はい、もう手に手,手に負えない <laughs> 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 もうだどうしていいか分かんないね難しい女。 でもさもう大人二十、まあね、歳前後とかになってると一通り反抗期は終わってるんじゃない,そうでもない終わってるねだから、うん、うちの娘はまさに今自分が大人になってきても自分で分かってるんだよねでかつやっぱりちょっと甘えたい気持ちもあるはざまで自分がどうしたいか自分でも分からないようなのが伝わるんでうん、うん、俺は基本的には。 なんとかほっとくというか見守る状態にしてるんだんうん、うん、難しいんであの割と突っ込んだ話をする,話をすると大体口論になるんで、うん、ああまあそうだろうねうん、うん、ただ、えー、困ったら助けるから言ってねっていう感じ、うん、あでもその距離感すごい大事、うん、でも見守ってるよっていうことは伝えてるからすごいいいと思うよでも,でもやっぱりさ大人になってるとちょっと思ってるから暴走するんだよね そこは、うんい、いや、待って待って待ってっていうそこの、うん、なんていうんだろうが親だから心配だしっていう気持ちとかける言葉と、本人の意思とっていうところが難しい。ほ、うん <laughs> 本当に。やっぱりその過程ってさ、なんか何かで失敗したりちょっとね、あのー まあ、言葉の表現は悪いけど、なんかね、ちょっと痛い目にあって初めて学ぶことってあるけど。親とかの気持ちになると、痛い目とかにあってほしくないわけじゃん。俺はそこなんだよ、結局。そうそう。絶対お前痛い目あるぞって思って。<で>したんだよね成。成長の過程でどうしても挫折とかさ、痛みとかってやっぱりね。人としてね、経由して初めて到達できるところってあると思うんだけど。親御さんとしてはね。 そ、ね、それそこにも息子に関しては痛い意味あえっと思うけど娘に関しては手放しできないね。いっていうのは娘の周りに近づいてくる男を信用できないから。ああなるほどね。娘は信用してもうん、うん、っていうとこ男親だからしょうがないな。それは <laughs> それは男親だもの誰しもそうだよきっと難しい <laughs> マジでねえ、うん、今までの娘の歴代の彼氏全員と仲良くできてる父親の話なんて聞いたことないからねあー彼氏彼氏,は彼氏には共感を覚えること多いけどそれも娘の暴走が厄介なんで難しいな でもね、<ー>見守ってるっていうその気持ちをちゃんと言葉にして伝えてるっていうのってあの娘さんの中ではねどこかで背骨を支えてくれてる柱の一つであると思うよ。ほっとかれてるんじゃないんだっていう。 あの見守ってくれてるとほっとかれているっていうか、うん、放置されてるっていうのは全く別の話だから <laughs> <laughs> そこはちゃんと言葉にしてもらえるのって嬉しいと思うじゃあちょっとアンケートの方に戻りますはい、はい、えー、ラジオネーム座敷わらしっこさんですありがとうございますうちの母親は昔からロックが大好きですも<う>私の小学校の時の授業参観も 変な文字で読めないバンドの真っ黒な T シャツを着てきました。<laughs> バンド T シャツだほかのお母さんに比べたら浮いていたので正直恥ずかしかったし嫌でした。でも私もバンドが好きになってお小遣いを貯めて初めて CD を買った時にお母さんと初めて楽しく会話ができました。お母さんは激しいロック系。私が大好きなのはカナブーンとかセカオワです。うん、全然タイプはは違うけどお母さんは 若いいいい人の音楽いいねと色々聞いてきます私は激しいロックは苦手だけどお母さんが勧めてくれるのを聞いてます。本当は去年一緒にロックフェスに行く予定だったのですがこの状況なので行けてません。うん、早く収まりますように。うん、お母さんとロックフェスとか最高じゃん、うんいいね、行けたら、うん、私ね未だに思い出すのが母親と2人だけで行った花火大会大人になって。 完全に30超えて母親と2人だけで花火大会行ってもう花火大会も打ち上げ場所のほぼそばでもうあの土手に寝っ転がりながら真上の花火を見てた1時間とかってすんごい大事な思い出でうーんなんかそういうすごいエモいシーンを親と共有できたっていうのってうん多分一生の宝物になりそうな気がするよねそうか うーんまあね、うん、音楽のね、うんまあ、ロックフェス以外でもなんか何かのコンサートとかでね一緒に行って同じところで感動できたりとかさやっぱそういう同じ,同じ映画見て、まあ、なんか感想を言い合ったりとかもね、うん、その一部に振り込まれると思うんだけどでもね、うん、ロックフェスね今年もねやっぱりちょっと厳しそうだけど海外でねそのイギリスとかで実験的に。 フェスがね、あのちょっと復活しつつあるけど、いかにコントロールしながらフェスができるかみたいなのの実証実験的なフェスが行われる予定だったりとかっていうのがあるので、まあ日本はね、まだまだね、もうワクチンなんてね、全然行き渡ってないから、来年、再来年の話になるだろうけど、でもね、エモを共有するっていうのをちょっと意識的にやってみるのっていいんじゃないかな。うん、これって自分が元気で 親御さんが元気なうちの話だからねう,ん,うん。大事なことだと思いますうん。うん、はい。続けていきましょうこちら、はい、ラジオネームみゆこさんですありがとうございます家族全員お母さんが大好きでお母さんのご飯が一番美味しいよねっていつも話すくらいお母さん料理上手で、うん、家の中はピカピカに片付いてて服にはいつもアイロンがかかっててそれがずっと当たり前でした お母さんが突然病気で入院して半年間お母さん不在の家今まで誰も家事のお手伝いをしてこなかったからい、えー、台所に何があるのかご飯の作り方も分かんなくてお風呂掃除も洗濯もそれどころかゴミ出しすら分からなくて本当にお母さんに全部任せて毎日たくさんのことを完璧にやってもらうのが当たり前で家族の誰も手伝いもせず 感謝も母の日にちょっと言うくらいの感じでここまで来たのをお父さんと兄弟全員で猛反省しましまたうんお母さんの退院のめどがついた頃に退院した時にお家をピカピカの状態にさせて、えー、びっくりさせよう退院のお祝いはご飯をみんなで作ろうお母さんの家事の負担を減らそう掃除とか洗濯皿洗いはみんなで分担しようって決めて。 でお母さんが退院してきた時にすごく喜んでくれました。私たちがこれまで何もしなかったことも謝ってこれからはお母さんの負担を今までの半分以下にするって約束してで家族みんなで分担しながらここまで来てます。お母さんも通院はしてるけど回復は順調です。家族が掃除した後やっぱり雑な部分をお母さんがこっそり掃除し直してくれてたりしますが。<laughs> もう少しいろいろ上達してお母さんが楽できるように頑張りたいです。でもお母さんご飯作るのは趣味でもあるからそれだけは譲ってくれませんでした。あご飯は自分が作りたいっておっしゃったのね。でも内心家族全員がお互いにお互いを料理下手だと思ってたのでお母さんのご飯が食べられることにほっとしています。本当に本当にお母さんは我が家の太陽です。いつまでも笑っててほしいです。 ちちょっとグッときちゃっととゃた私いやーもうなんか共感しかないな。ねえ<ー>。うーでも思うね、私もうほら、18で実家出てずっと自炊して、えー、料理作ってるけど、やっぱね、お母さんの味噌汁と卵焼きにね、かなわないんだよね。<laughs> すげえ、ベタだけど。<laughs> ベタだけどさ、ずっ、ね、使ってる味噌とかが特別なんじゃないんだけど、うんうん、なんかも絶対かなわない圧倒的な何かがあるのよ。 やっぱそういうところをね、あのー、学ばないまま実家を離れたっていうのは後悔しかないっていう。うん、ああ、俺は今リアルタイムの反省だな。うん。何もやってないのに、ね、うん。最近ほら、もうあのちゃんとさ、あの言語化されたからようやくその存在を認識されるようになったけど、名もなき家事ってあるじゃん。うん。家中のゴミ箱からゴミを集めて一袋にまとめてとか。はいはい でまたゴミ箱を元に戻してとかさ中に入ってるゴミも分別してくれてたりとかなんかなんだっけティッシュ箱の補充とかさあとはね今時期はね夏服とと冬の入れ替えとかねそ,うそ,うそういうのをさ自分でやってみて初めて割,割とこういう名もなき家事って1日に1時間ぐらいかかるなとか1時間以上はねもちろんかかるなとかっていうのをね、あのー お母さんが当たり前にしてくれてたっていうところね、うん、なんかあの、ね、お母さんの入院がこの方はきっかけだったけれどもいろんなところで感じるよねわかりますうん <laughs> 一人暮らしするようになって初めて思ったりねその進学とかでね、うん、実家離れて初めて、ね、寮生活で初めて知ったとかっていう部分っていっぱいあると思う、うん、いやおかんってすごいなって本当にね 自分が大人になるにつれては気づくんだよねね思うよねなんか本当思うよわかるよそう,そういうところに気づいた年齢の時って結構もうねあの割とかなり大人になってからじゃないと気づけないので気づけない本当にね、もし気づけてる人はね本当、うん、早めにねそれについての感謝は言葉にして伝えてくださいお母さんに <laughs> はい。伝えてください じゃあですねえっ、ー、とここからちょっと巻き目であのご投稿全部ご紹介していきましょうラジオネームサザンカさんですありがとうございます母親の着る服が年々ファンシーになり最近ではそれロリータ服って感じのエプロンワンピースとかを着るようになってどこ行っても浮いてます多分本人はその浮いてることを私のセンスが注目されてると勘違いしてるみたいでいわゆる大阪のおばちゃん的な ヒョウ柄、トラ柄、チーター柄みたいな方向に行かれても困りますが、このピンクハウスからセンスを抜き取ったみたいな阪神ロリータもどうしたものか。母は、えー、母の服や、えー、メイクに父は口を出さない主義のようですが、一緒に出かけてるときに母と微妙に距離を取っているのは知っているので、好ましくは思っていない様子ですうーん。好きにさせたいけど どうももう少しロリータ感を抑えてほしい。60超えてのロリータはやばいということで。いや,ーいや、おかんはさ、ずっと女の子なんだよ。<laughs> ね。うん、女の子で、やっと今自分の好きな服を着れるかなっていう感じになってきてるのね、うんうん、きっとね。そうです、そうです。うん、その気持ちわかかるでもなんかね、うん あの、ロリータ服とファンシーはちょっと微妙に違うので。<laughs> そこ、そこはね、あの、いい感じでアドバイスを入れていただければ。はい。いいかなと思います。はい、<あ>年齢結構いってるな、そっか、でもいいじゃないですか。ねうん、では、続けていきましょう。うん、こちら、はい、ラジオネーム、グレートなブリテンさんです。ありがとうございます。<laughs> うちの母は、お見合いで、父と知り合って結婚したのですが。 もともとがいいとこのお嬢さんだったので結婚してから知ったことが多かったらしくまず料理ができなかったそうです掃除も何をしたらよいかわからなかったから新婚の時はかなりごちゃごちゃした家になってたそうですそれをうちの父が一から教えたそうです私が生まれてからかなり根性入ったおかんキャラになったらしく私はそんなお母さんしか知らなかったから元々がお嬢ってのが信じられませんでした ご飯も特別メニューが作れるとかじゃないけど普通にいろいろ作っていたので人は変わるもんだなと思ってましたこれ最後のご投稿ですご紹介いきましょう,うラジオネームプラレールさんですありがとうございます実家から離れて暮らしてます私は沖縄実家は岡山県です季節に1回くらいいろいろな食べ物とかを小包みで送ってくれてましたがコロナ流行してから頻度が増えました 本当にありがががたたいのですがちょっっとと困こどうも母親は梱包が甘いというか雑なんです。小包のね、つくだ煮のガラス瓶をチラシ2枚でくるっと巻いただけとか、鰹節をビニール袋に直接ぶっこんで軽く口を閉じただけとか、<ー>そういうのを緩衝材なしに段ボール箱に入れてくる。 <laughs> 最悪だったのがおじさんの家で取れたお米を例のごとく薄いスーパーの袋みたいなのに入れて結んだだけで箱の中でビニール袋がばっくり裂けて生米が箱の中に全部巻かれた状態の上に豆の甘露煮の瓶も割れて汁漏れして米がそれを吸ってどす黒いやばいやつになってました。<わ> <laughs> 最悪だもちろんそのお米は使えず もっとちゃんと梱包してくれないとせっかくの食材がもったいないと伝えるのですが本人は自分の梱包が甘いといいとととうことに今一つピンときてない様子通販でほとんど買い物をしたことがないので世間では瓶詰や食料の梱包がどれだけ丁寧にされてるかを知らないのかも気持ちはありがたいし助かるけどどう伝えれば分かってくれるのかなということで確かかにね通販ととしてないと世の中って。こんんなにに丁寧に物を包んで ね、輸送手段に委ねてるんだっていうのわかんないよね。 梱包はスキルだよあれも、ね、本当に <laughs> 本当にそう思います。ということで、えー、来月の、えー、アンケートのテーマなんですけど来月はですね父の日が迫ってますので <laughs> お,<ー>おかんをおとんにすり替えて、えー、僕の私のおとんエピソードこちらの方をですね、えー、小ネタ町特急のブログの方にあ、えー、げますので皆様ご投稿をよろしくお願いしますということで,、えーとですね、ここからは、えー 浦さんと私のアンケートじゃない方のトークいきたいと思うんですけれども結構ね時間が押してて本当だいぶごめんやでって感じなんだけれども今年に入っても浦漠さんが参加する予定だったイベントとかが結構中止になったりとかしたじゃないで作品の方とかは準備してたわけでしょはいはいそれって今どういう状態になってるのかなもうイベント以上ないから だからだ、ね、ワンフェスもトレフェスも全部飛んだんだっけ。うんうん、一番でコミケだね。あ,あ、コミケね。うん、コミケやばいね。あれは復活の目処が立たない、ね。うん。うん。だ、もうイベントは今後もないっていうのは続くと思うよ。うん。だから。オンラインイベントとかね。うん、なんか小規模ななんかグループ。ととか、そっち。 やってるけど、うん、今まで通りっていうのは遠ぶ戻んないだろうねでもさなんかあのやっぱり、うん、あのその裏マックさんのその紙媒体の同人誌とかはあのまああのネットの通販とかで出せるとしてやっぱフィギュアとかって実物見てもらいたいっていう気持ちもあるじゃん、うん、せっかく、うん、せっかくね、うんうん 作ったんだしっていうところでやっぱりねリアルでその作品に触れてもらえる機会ねあのしかもいろんな方に触れてもらえる機会っていうのがなくなった時ってモチベーションって下がんないの、うん、下がるよ下がるから俺はそうえっとその今までやってたいわゆるフィギュア、うん、なんかキャラクターもののやつとかは一回やめてオリジナルでギャラリーとかで えと作品を作ってるアーティストたちとかとオリジナルの一点物とかそういうのをやったりはしてるけど、うん、なんかなんていうかなそれは楽しいんだよねやっぱり楽しい種類も違ってうん、うん、今までと全然違う世界も見れて、うん、ワクワクもあるんだけど、うん、なんていうかなやっぱ手応えは少ないしずっとう瞑想をしながら でも楽しいことはやりたいし、うん、絵描いたり立体作ったりってはやっぱやりたいから何ら、うん、かの形で続けてはいるし、うん、やめることもできないね。なんかねこう作品を作る、ねまあ、生み出すクリエイティブの人ってやっぱモチベーションがね、うん、あのをキープする で、その発表の場とか、そのね、うん、あの好きで作品を好きでいた。いてくださる方との直接の交流の場がなくなった時って相当。これキープするのっていうか。うん、まあ、あの下がったのを上向けるのって難しかったんじゃないかなって。でもさ、ね、今 sns とかあるじゃん。twitter とか、うん、だから作って発表して反応を見るっていう行動はできるんだよね。あまあ、あの画面越しに見ていただくっていう。う難しいのは、それはお金に変えること。 あ,あ、うん、そうだねそう。そこ、そこを。うん、しょうがねえかって割り切って、スイッチングできるんであれば。うん、やれることはいっぱいあるよ。うん、うん。で、やっぱり止めらんないしね。うーん、たしかに。やめる気もないし、まあ、ほら、ね、音楽好きはさって、やめないじゃん。やめない。うん。うん、なんかね、そこら辺で、あの、みんながそれぞれね、あの、自分。 のモチベーションとかこれをこのまま続けられるのかっていうのがね、うん、試された1年だけどここから先の1年も多分ねそういう状況が続くと思うんで、うん、なんかねあの今日さあのほとんどアンケートのコーナーで喋り尽くしちゃったからあれなんだけどあの裏幕さんよかったらあの来月か、うん、再来月もゲストで来て、うんうん、<laughs> ちょっとこのコロナとクリエイティブの話もうちょっとしたいんでゲストでぜひぜひいらしてください、うん、早くもですね、はい、残り時間があと2分となりましたので次回の「 えー、予告をしておきます <laughs> エイミの小ネタ超特急ですね次回は6月9日ロックの日でございますい<や>夜7時からのオンエアです、えー、今回ですねあのご紹介しました内容とか YouTube の方も番組ブログの方に上げますので皆様ぜひぜひそちらの方もチェックしてくださいということで、えー、次回は6月9日水曜日夜7時からのオンエアとなります、うん、ぜひあの浦幕さんも来月か再来月ちょっと調整して、うん ぜひまた続きお願いしたいと思います。ということで、小ネタ超特急お届けしたのは、エイミーとウラマックとエイミーでした。もう一回、私引き取ったわ。ということで、それでは皆さん、また来月お会いしましょう。さようなら。2回、2回、エイミーですって言ったよ、私。いや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 。 溢れる「涙をひたすらこらえて」「あなたに一言伝えておきたい」